走れ、ロブ。巴の修練場は近くのはず。ヒク。ああ、クロードだ。殺さないでくれ。何事だ。好きなもん持ってけ。何の話だ。旅のアキュードを襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえぬ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ。ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。我らが追いはぎの濡れ衣を着せられる。北へ行けば真相がわかるか。先生。ようやく現れた。ゆるりと物見とは。あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は。この近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か。気にするな。新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて叱るのち離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が。アキュードの悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな。後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても利はないはず。いや、だが櫛寺は民の拠り所。道を封じて士気を下げる策か。まだ定かではないと。何とも言えん。今はな、巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。死の果てまでも追い詰めてやるわ。荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。街道を進んだ。見つけ出すぞ。櫛の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。
通れば死する。なるほど、考えたの。これ以上巴どもの気まぐれで騎士の民を死なせてたまるか。来い。急げ。馬を降りる。来い。探る暇はない。せいては事を仕損じると言いますぞ。何故一人で。助けてやらねば。助けて。動くな。ああ、ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が。申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ賭けだ。巴の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は2日前に話をした。巴と。この女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に。失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも雅子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです。わしもお主も武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか。だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか、クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。酒井様で。つまり野営を見つけたのは蘭か。さようでございます。酒井。石川先生、これも巴の仕業ですか。猛虎と暴れ回っておるわ。蘭という娘が居所を知っておる。行きましょう。
いかにして蘭は野営の場所を森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むとは。他の者は殺された。お主が蘭か。はい、そうです。島の女子が猛虎を率いておったか。巴です。あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた族と手を結んでおりましたから。どういうことだ。あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで。あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。奴らの野営はどこにあった。ここから南西の森、うん、西側の浜と川の間です。巴め、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いたな。なぜ嘘をついた。ご存じなかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。巴にとってそれは行幸であったはず。だが取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど。皆まで言わずとも良い。先生、この先すべきことのお覚悟はありますか。まずは野営を探すぞ。これ以上罪を重ねる前に止めねば。巴が馴染みある地に戻ったということは捨て身なのであろうな。しかし味方は元という国ですぞ。修練場が潰れるたびハーンの心は離れるというもの。ならばくさびを打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が猛虎を見放したら。猛虎に対して弓を引くのであれば乗じるべき。気を許せばお主の背中に矢が打ち込まれる。巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で族と連れ立っておった。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。日差しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを跡継ぎにしたいばかりにあえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。馬を降りる。鏡、野営が見える場所を探す。ここだ。作りは同じか。何が見える。日本式の矢。そうであろう。ムクロが的にされております。まこと巴らしい。野営を襲う。巴を見落とすでないぞ。心得ております。まずはお主から行け。巴がおったはず。探せ。
生。巴であろう。石川、そしてクロード、二人ともしつこい男。旧兵は死んだ、諦めろ。敵です。巴を追え。ここは食い止める。巴、逃げ場はないぞ。はっ。お前に何がわかる。どこまで逃げるつもりだ。追いついてごらんよ、赤井殿。酒井陣だね。石川の犬。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のようにね。中間はいらぬ、決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない、一人だ。弓を下ろせ、巴。なぜ飛び降りた。どこに消えた。先生に伝えねば。よし、飛ぶ。酒井、どうだった。私を殺さず、巴は逃げました。お主、逃がしたのか。飛び降りたのです、崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。悩んでおるようでした。何か言われたのか。あなたが私を裏切ると。ざれ言よ。お主の方がくさびを打ち込まれたな。よく聞いておる。いいえ、聞いてなど。そうか。ともあれ、次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。巴は諦めておらん。おそらく北へ向かい、猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。ユナ、槍川におるはずでは。まだ戻れないんだ。誰がやった。猛虎の百虎長アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して。手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。宿はこっちだよ。
友とは。一っていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後にはあったか。いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。侍？何の御用で。助けに参った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる。宿の世話人だ。知っておるか。誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。侍だ。ユナ、イチ、生きてたんだ。何用なのさ。助けに来たんだよ。私を死なす機会。せっかく猛子どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる。まさか奴らに仕えてるの。死にたくないんだ。どうして戦わないのさ。私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか。誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、奴の懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ。見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと。ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと、ユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。何かわかった。イチ曰く、アルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば。アルタンの腹心を狙う。島の人売りだ。マムシの兄弟。知っておるのだろう。イチから聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。来たね。まるで砦だ。マムシの連中、塀の中のありさまを見られたくないんだよ。牢獄みたいだから。なぜ知っておる。私とタカはここから逃げたんだ。捕らわれたのはいつだ。ずっと昔さ。どちらも幼子だった。覚えておるのだな。忘れるわけない。吉蔵の拳も、万蔵のあの臭い息も、泰造の手つきも覚えてる。三兄弟を討ち、我らの意を示す。アルタンを釣り出すぞ。
行こうか。どうしてこんな。見せしめだ、逃亡を図る者らへの。マムシは非道な奴らだったけど、ここまでと。アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ、これ以上は。もうやだ、戻りたくない。死はせぬ。待っておれ、俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって。タカト、私たちが受けた傷、水をくれと言っただけで、わけもなく殺されたすべての下人のために、そして私のためにも。必ずや仇を討つ。首を取ってこよう。それじゃ足りない。この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び寝首をかく。クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。行って。ジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。行くぞ。俺にも聞こえたよ。ネギオン発信だ。調べろ。地獄に落ちよ、この首もらうぞ。残り二人か。今少しだけ辛抱してくれ。手早く働き。もう子供が腹を鳴らして待ってるんだぞ。これ以上飯の支度が遅れたら他のもん食わせない。あいつの骨は取りにくれてやった。侍。早く働き。もう子供が腹を鳴らして待ってる。これ以上飯の支度が遅れたら他のもんを食わせなきゃな。地図っていうのは覚えた。あいつ首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。
あと一人だ。これまでの罪の報いだ。こやつで最後、ユナの元へ戻るとするか。終わったの？下人はもう生まれない。苦しんで死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたことを知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずはアルタンに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。兵を外に呼び出し気づかせよう。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。私に任せて。あいつら一目散に逃げていったね。アルタンに知らせるだろう。もう一人いるんだ。皆を集落にさらってきた男、黒犬。ならば切るまでアルタンの一味は生かしておけん。きっと黒犬は海沿いにいる。あいつの野営があるんだ。そこで会おう。